ここへ来た。ほら来いよ。早く。舐めるなよ。俺の番だな。一つ上の男、まだ成長できるとかな。よろしくお願いします。お、うわ、何さあ、風俗かなんかのチラシだろう。おいおい、これ先着1名様無料って。ああ、そんな都合のいいもんあるわけねえだろう。そんなの呼んでみねえと分かんねえじゃねえか。ソープで生まれた俺が言ってんだ。お前が無所行ってる間に業界だって変化してるかもしれない。おい、先着1名だぜ。善は急げだ。もしもし、あの先着1名無料っていうチラシを見た。はい、おめでとうございます。お客様が一番乗りですので、今回は無料とさせていただきます。よっしゃ、本当にか。はい、ではお客様、お名前と今どちら。お、名前は足立だ。場所は大浜通りのあたりだけどよ。治安の悪い場所ですからね。かしこまり。一番人気よ。サービス。うちの良さを味わってほしいですから。向かわせるってここに？ホテルとかじゃねえのか？待ち合わせがたってやつか？どうだったんだい？いや、聞いて驚け。一番人気の子を無料で向か。本当かよ。本当だ。最近の風俗は。お待たせしました。あ、いやー、ごー、なんだお前。足立様ですか。そうだけどよ。お待たせしました。デリバリーヘルプのゲイリー・バスター・ホームズです。デリバリーヘルプ？その風俗じゃねえのか。なんなん。デリバリーヘルプは喧嘩のヘルプをするデリバリーサービスです。喧嘩のヘルプ。おい、てめえらさっきから騒がしいんだよ。むしゃくしゃするぜ。ぶん殴ってやる。
あおちょうどいいところにお試しにちょうどいい手頃なチンピラが来ましたね。なんだかわからねえが、行くぞ春日。なあ、勝てると思ってんのか。よし、行くぞ。やってみろ。誰を呼ぶか。逃げるなら今のうちだ。やめんな。こいつに決めた。デリバリーよろしく。即死と副上司のみはサービススタートね。ウィキーネイダリーネフィニッシュネイ。またのご利用お待ちしてます。やめろ。早いんだ。なんだこいつ、強すぎる。さて、とどめです。即死と副上司、お好みは。ごめんなさい。コーラにて無料キャンペーンは終了です。次からはお金がかかりますが、またのご指名お待ちしてます。お、おそれでは、グッバイ。一体何だったんだ。さあな。はあ、俺の無料風俗が。デリバリーヘルプか。金はかかるが、いざという時に使うのもいいかもしれねえな。拒費用500万円。そんで毎月50万も払うってか。いくら総部長に転職したからって簡単に払える額じゃねえぞ。これで驚くのは早いぞ。見てみろ、このエクセレントコースってやつを。入居費2000万、月額100万。なんだこれ。いわゆるビップルームってやつだろうな。まさか菜の葉はこのエクセレントコースに親父さんを。さすがにそれはないだろう。いや、菜の葉ならあり得る。菜の葉はそういう子なんだよ。菜の葉にとって親父さんは唯一の家族なんだ。大企業に就職したのも、そこを辞めてうちに来たのも、全ては男手一つで育ててくれた親父さんのためだ。親父さんが最後を過ごす場所として最高の場所を用意したかったんだろう。高い施設に入れたとは思っていたが、まさかここまでとは。菜の葉のやつ、親父さんのこととなると本当無茶しやがる。店長、本当は裏引き云々より彼女のことが純粋に心配で俺らに調べさせたんだな。ああ、店で起きたトラブルは俺が守ってやれる。でも外で何かあっても俺は何もしてやれねえ。うちの店は訳ありの子ばっかりだ。あの子たちにいつ何が起きてもおかしくない。だから長く休む奴がいると落ち着かねえんだよ。あんた本当は従業員思いのいい店長じゃないか。口が悪いもんで誤解しちまったよ。菜の花裏引き相手はもう探さなくていいよ。彼女が親父さんのために危険を冒してでも裏引きしなきゃいけねえなら邪魔する権利はない。
俺は目をつむるしかねえ。おそらく彼女は裏引きしちゃいねえっすよ。え？今日見た彼女は髪の毛もボサボサでひどくやつれてました。店長に電話してきた通り、彼女は体調を崩してるのは間違いないよ。見た感じだと心労で参ってるって感じだったな。心労？理由はおそらく。おやじさんの保証人は間違いなくナンハだ。そのナノハがおやじさんに会わせてもらえないなんてどう考えたっておかしい。今日だって施設の人間に200万も払ってたんだろう。今日の200万は入居費用の一部だろうな。おそらく彼女が全額を支払い終えるまで施設は親父さんに会わせないつもりなんじゃねえのかな。本当ならひでえ話だ。ありえねえ話じゃねえな。今や5人に1人以上が高齢者って時代だ。そこを狙う悪質なビジネスも横行してる。一見クリーンそうに見えるこんな施設だってどんな裏があるか分かったもんじゃねえ。きっとこうじゃねえか。入居費用は分割支払いでいいと言って、まずは親父さんを施設に入れさせ、ところが蓋を開けてみると全額支払い終えなければ面会すらさせてもらえない。なんでそんなことを。そうすりゃ無理してでも早く払い終えようとするだろう。結果施設としては迅速かつ確実に金を手に入れられるからな。まさかそんな。いや、悪どい奴らはそのまさかを平気でやる連中だ。じゃあナノハはそれが原因で心労がたたって体を壊した。このままだと彼女の収入が減る一方だ。そしてこれからますます支払いが遅れるだろう。じゃああの子が親父さんに会えるのはいつになるんだ。ずっと先だな。下手するともっとひどいことに。もっとひどいこと？どんな契約をあの施設としたのかわからねえが、最悪は支払いができない時点で親父さんも追い出されて金も返金されないとか。なんてこった。体壊すような思いしてまで頑張ったのにな。彼女パンフレットが立派なら中が劣悪な環境だとしても誰にも気づかれない。施設としてはケアの手間と金が省けるしな。結局のとこ入居時費用を早く支払おうが遅れようが施設にはメリットしかねえってわけか。その読みが当たってるや。とんでもねえ悪徳施設だな。救い出してやってくれ。店長さん、俺たちだってそれができるもんならすぐにでも連れ出してやりたいさ。だけど娘さんだって入れちゃくれねえ施設さ。おまけにセキュリティも厳しくて、とてもじゃねえが中には。いや、あん中に入る方法は一つだけあるぜ。え？店長、この店副業って OK？ え？少しの間、俺たちは日だまりの城の中で働いてきますわ。バイトで潜入するってわけか。そんなに簡単に雇ってくれるか。ハローワークの神戸所長に頼み込んでみようぜ。あの人なら力になってくれるはずだ。よし、神戸には俺から電話して事情を伝えておく。どうにかナノハの親父さんを救い出して彼女を店に復帰させてくれ。倒れんじゃねえぞ。上がってこいよ。
こい来た。ほら来いよ、ザコが。よしますね。はい、いでよ、ハトども。Shoot it up!